名前は今波隆俊と申します。小さい時に小倉競馬場 の近くで住んでたから、で両親が競馬好き でそれで競馬に連れて行ってもらって馬が好きになって、まずとにかく、馬を見ていい馬だなというのを自分で分かったので、でこの馬を怪我をさせたらいけないとか、そういうちょっと気性の荒いのが見えてきたから、そういうのを重心的に、足元とか、そういうのはどうしてもこう負担がかかるから、とにかく、落ち着かせて、まあ多少暴れても、人間がちょっと無理に引っ張らないで、そういうのを心かけてやってます。まあ育ちの思い出はもうとにかく馬見ても、少しゴールドシップに似てる、感じがあったので、まあこの馬もやっぱりね、第一に怪我をさせないことで、馬の足元を毎日チェックすることを心がけてやっていたし、おまけに白くて綺麗な馬やなっていうのは思いました。やっぱりこう牝馬で G1 を勝つのは2頭目だったけど、この馬の強さをファンの人に見せて、それを自分では、感動して、なんかすごく大きく喜んでしまった。Sodashi, the White Wonder! Sodashi is going to go on and score in the Victoria Mile! Sodashi wins out from Rosa Noir, tight, maybe Fine Rouge! とにかく、元気でいてほしいのことと、僕はこれでもう引退するので、定年するので、これからずっと、応援していくからなーって手を振っただけで。馬娘というゲーム、今野さん自身もやられて、やってますですね。なんかみたいな、まだそういうのは名前を出す中とか言葉とかいうのは、僕はまだ仕事してる間は出せないから、だからただ見たいな人が立ってるというので、なんかちょこっとなんか評判になったみたいでね。これもまたゴールドシップとソダシのおかげでツイッターが上がっただけで、僕自体がそんなにね、あれと思いますけど、それで一気にこうみんながやってくれて、そしてこの厩務員という仕事の仕事のことをみんなが分かって、徐々に分かってきて、またそういう不安もいっぱい出てきて、またそれに目標で、やって、若い人が、競馬場に厩務員として試験受けてみたいというのが、結構な声がそこそこはかかってくる。てるから、やっぱそれに貢献すれでできれば、なんぼでもツイッターはしたいと思ってます。